上空には青空も見られるんですが、だいぶ昨日に比べると雲が増えています。その雲が増えている要因はこちらの寒気です。昨日北部や西部を中心に雨を降らせた前線が東へこの後出ていき、この後ろの寒気が今流れ込んできている最中なんですね。この寒気の影響で今日も天気マーク晴れ間は出るんですが、快晴だった昨日に比べるとかなり雲が多くなるでしょう。一方雲は多いんですが、仙台の最小湿度は 40% 台と比較的空気は乾きますので、洗濯物もよく乾きそうです。続いて今日の気温です。今日は気温にですね、大きなポイントがあるんです。まず最高気温なんですが、17度の予想です。仙台では17度、昨日に比べて5度くらい低くなって平年並み。そしてここから大きく下がっていくんですよね。夕方からは気温が大きく下がりまして、明日の朝は仙台で7度、北部の平地では5度を下回るところもありそうです。